はい、ということで今からね晩酌やってきます。今日はねマグロの希少部位を焼いていくんですけども、その前に僕もね52歳になりました。でね、これからもお仕事と YouTube、みんなにね楽しんでもらえる動画が作れるようにもう頑張っていきたいと思うんですけども、そのためにはねやっぱり健康にね気をつけていきたいっていうことで、僕ねこうやって七輪動画撮ってお酒飲むじゃないですか、結構で、うまいものも食べたいんでたくさんね、最近ねこれを始めました。これね自然食研さんのしじみ習慣、これね聞いたことあるよという人もいると思うんですけど、これをね僕ね最近飲んでます。じゃあね一回ね開けてみますね。はい、この中にねちっちゃいねこう粒が入ってるんだよね、こういう粒ね、これちっちゃくてねすごい飲みやすいので、1日ね2粒飲むんだけど、食品なんで自分のね好きな時に飲めばいいってことなんで、皆さんはね自分がいいタイミングでね飲めばいいと思うんだけど、僕はいつも夕方飲んでますね。ということです。飲んできますね。こんな感じでね飲んでから、晩酌やったり食事したりしてますね夕方はね、じゃあ今からね早速焼いていきますか。今日はこれね少し前にメイン動画でやった200キロのマグロの顎肉、いろんなねちょっと赤かったりサシが入ってたり、いろいろな部位があるんだけど、もう骨がね入り組んでてめっちゃ取りにくかったね。ちょっとね2枚ぐらい焼きますか。油がねすごいよね。塩をね振りますね。めっちゃ燃えるわこれ。ちょっと裏返してから乾杯するね、焦げちゃうんで、ね、乾杯。いいね。よいしょ。ちょっとね、一度これね、めっちゃ燃えるじゃん。レモンをちょっと絞ってね、いただきます。これね、肉だね、肉、本当に肉だ。うまい。じゃあ次はね、もう一個ね、部位があるんだって。こっち、これ頬肉。よいしょ。ここにこうね、思ったよりサシがね少ない感じだね、見た目ね。ね僕もね、今52歳になって、もうちょっと過ぎるとね、ちょっと残るっていうか、そんな感じになってきちゃったんだけど、そういう時ってさ、こうしじみの味噌汁とか飲みたくなるじゃないですかね。僕はね結構そうなるんだけど、それってねやっぱりこうしじみの成分をこう体がね欲してるのかなっていう、そう思うんだけど、皆さんはどうですか。そういう経験ない？そういう時あるよね。あの本能的にしじみを欲しがる体が、そういうことなのかなって僕は思うんだけど、やっぱりこう健康には気をつけていかないといけないんでね、本当これからまだ長いんで。次はねこのわさびをさ、ちょっとこう巻いてね、わさびを巻いてこれでやります。わさびが手に落ちちゃった。ちょっとねこの頬肉の方が肉っていうよりも魚寄りの味がしますね。美味しい。これ生でもね食えるからね、刺身でも。うまっ。本当にこんだけ大きいマグロだとさ、食べるとこがねいっぱいあるね。毎日食べてるんだけどなかなか減らない。でもこの前のマグロ初めて大きいやつさばいたんだけど、めちゃめちゃ手こずったね。実際本当に撮影時間は3時間ぐらいかかってたんでね、大変でした。みんなねクタクタになっちゃったね、撮影終わったら。裏話で言うとね、でもああいうのもねやっぱり経験しとくといいからね。よいしょ。今度も顎肉のちょっと一個違う部位、これねちょっとこう赤っぽい方、サシの入ったやつと赤っぽいとことあるんでね。よいしょっと。ね、美味しいね。やっぱりね、マグロ美味しいよね。あんな大きいマグロがさ、釣れたら嬉しいだろうね、本当に。
マジで。油がすごいからもう火がね立っちゃうんだよね、これ。すごいよね。牛肉でいうと本当に A5 ランクぐらいのこの油だよね。じゃあこれもわさびでいきますか。わさびで、これもちょっと抽出しておいてね、一旦ね。わさびをいっぱいつけて食べます。うまい。これ本当にね、余分な油が落ちて焼いて正解。うまい。うん、うまっ。じゃあ次に牡蠣をね焼きますか。こちらの牡蠣をね、これ1個しか焼けんな。よいしょ。このままねしばらくね焼いていきますね。焼いてる間ちょっと時間かかるんでね、ちょっとこちらの説明ね、こちらのねしじみ習慣なんだけど、本物のねしじみを丸ごと煮出した濃縮エキスを飲みやすいソフトカプセルにした商品。さっき見てもらうと分かるけどね、小さくて飲みやすいんだよ。でしじみには29種類以上の栄養が含まれてるんだって、ね、たくさん含まれてるよね。ブランドコンセプト、食養生の知恵を今の形にということで、昔からね体に良いと言われる食の知恵を手軽に生活に取り入れていただける商品を開発っていうことで、特定の栄養成分だけを抽出強化したサプリメントではなくて、食材の栄養をできるだけそのまま取る食品としてお届けしている商品ということです。これね、グループ会社協力のもと15年以上シジミの研究を続けているんだって。シジミの新成分を発見し、日本で初めて特許を取得したっていうことだよね。ちなみにね、これシジミ健康食品12年連続売上ナンバーワンで、累計販売数1300万箱突破。それだけね、みんなに愛されているっていう商品なんです。気になる人はね、一度ねお試しください。でもすごいよね、本当にそんだけ売れとるっていうことはね。じゃあこれを一回裏返すよ。どうかな。こうしてね、します。でまだね、焼けるまで時間があるんでね、刺身でも食うかな。おお、びっくりした。中面がこれ曇っちゃったな、今ので。マジか、すっげえ。開けるね。これちょっと熱いからな。いくよ。ちょっとこれ買って、どうしよう。熱いよな、絶対。よし、いった。よいしょ、あっち。めちゃくちゃ熱いじゃん、これね。この身見て、プリ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 です。これね、これすごいね、プリプリで。もう少しはこっか。今ピッて開いたけど、まあ、生でも食えるんであれなんだけど、貝柱がねまた取れんだよね、こっち側。びっくりしたな、ピシュッと取れた、取れた。プリップリだなこれ、マジで。うん、すっご。はい、じゃあそしたらね、醤油をねちょっと垂らして、ちょっとこれ垂らしてね。でせっかくねレモンもあるんでね、レモンもね絞りますか。ちょっとじゃあこれ食べますか。プリップリ、いただきます。熱いだろうな。うん、あーめっちゃうまっ。牡蠣めっちゃうまい。これめっちゃうまいな。ね、もう一個あるんでね、もう一個焼きますか。牡蠣ね、こうやって1個ずつしか焼けないけど、焼いてる間に本当はね最初に食べるはずだったマグロをね、食べますか。この醤油入れてね。で、ここにこれ、中トロ、これわさびをね、ちょっと乗っけて、で、こういう感じで。今日ほんと贅沢だよね。めちゃめちゃいい食材ばっかで。いただきます。こんなね、美味しいもんばっかり食べてると本当にね、飲みすぎてね、まあ、本当にこれからちょっと健康にね気をつけていきます。
ね、うめ、本当にね、捌くのは大変だったけど本当にやってよかった。まだね、焼くのにちょっと時間がかかるんで、今日僕が紹介したこちらのね、しじみ週間、約15日分、通常1980円プラス送料450円の商品を、今回 YouTube 限定で特別価格500円で全国送料無料、手数料無料でお届けできるってことなんで、興味のある人は概要欄からね、チェックして試してみてね。本当健康はね、大事なんで皆さんお試しください。どうぞね、僕は引き続き晩酌やっていくんで。じゃあ、バイバイ。